もピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、サムネの感じじゃすぐにね、リンクを取らせてくれるんだけど、ゴールバーがね、全部音符ブロックで埋められてるんだよね。これはマジで意味わかんないと思って。それじゃあ早速やっていきましょう。激ムズっていうわけじゃないと思うんですよ。ただどうやってゴールするのか、めっちゃ気になるんでね、やっていきたいと思います。これは、マジでわかんないね。どういうことだろうね。速攻ブロックを壊せみたいな感じかな、一番下の。タイミングよく爆弾投げてちょっと壊してみよっか。うわ、あのブロックね、壊れないんだよね。ちょっと見てて、マジで壊れないんだよね。あのブロック意味ないのかな。ほら、壊れないでしょ。じゃあ指で当てて。マジで意味わかんない。これどういうことだろう。指で音符ブロック当てても意味ないしね。隠しブロックもないでしょ、きっと。これ走ってってさ、音符を剣で刺すじゃん。その瞬間にゴール場に入るみたいな。いや、絶対無理だよね。月で行ってみよう。これで行きます。なんかわかんないんですけど、ゴールできました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、トロールランド裏の裏を描く騙しコース、唐揚げ R さんっていうですね、珍しく日本人の方のコースを今日はやっていくんですけど、説明文にですね、いろいろなギミックであなたを騙しますって書いてるんですよ。その説明文の通りですね、いろんなギミックが出ると思うんですよ。それをめっちゃ見てみたくて、今回は早速やっていきましょう。いや、でも裏の裏を描くってさ、ちょっと待って、話してる途中じゃんか。もう速攻じゃんか。なんもないよね。ピンポンって言われてるけど絶対違うよね。あっ、出た。今日は初見殺し引っかかったと思ったんですけど、引っかからんかったね。これは絶対に上は罠だよ。いきます。ほら。今日めっちゃ調子いいよ。で、ここは何もしないでおこう。いや、右が合ってるよ。で、ここで鉄球が出る。いや、違った。待って、ボベどこ行くの。右はうるせえ。まあ、さっきも言いましたけど、裏の裏を行くってことは、じゃあその裏を書けば正解するって感じでしょ。そんなの楽勝じゃんって思うんですけど、まあトロールキングだからね。じゃあここはさ、もう上から行ってよかったね。こっち、ここさ、ボム兵を出してすぐ叩かないけんのじゃない、下から。これが正解でしょ。いや、頭いい。作った人マジ頭いいね。ここはスネークブロック乗ろっか一回。あー、右。じゃあここはそのまま走って右にジャンプします。これが正解。パウブロックなんか出してきやがった。魚。そういえばさ、この方唐揚げ R くんって言うじゃん。僕ですね、唐揚げ大好物なんですよ。相当どうでもいい情報。さて、何もしない。大丈夫そうでしょ。大丈夫これは。うーわ、今日冴えてる。運がいいね。裏の裏をさ、書くってことは僕には勝てないよ、きっと。あれ。なんかあれよ、この四角。何この枠は。左戻ったら何、どうせやられるんでしょ。何やられるの。え、これやり直し聞くんじゃないの。ほーら、熱い。やったー。穴抜き目で止めた。失礼。穴見つけましたね、唐揚げくんの。じゃあこのまま一旦下降りてって、鍵取ろっかな。一旦下からオープンブロック叩くね。ここはなんもないのか。じゃあここ右罠っぽいよね。罠と見せかけて罠じゃない。そうでしょ。ほっ、ちょっと上手くないですか今日。大丈夫ですか取れ高的に。で、ここに入っていきます。そしてオンオフはしないでいい。勝手にブロックが壊れるからね。壊れないか。じゃあオンオフしますね。ほっ、合ってる。ありがてあ、とかね、素の声が出てしまいましたけど、たまたま行けましたね。ここは絶対にね、この砲台動くと思うんだよね。でも裏の裏を書くって言ってじゃん。多分動かないよきっと。ほら。やった。今
抑えまくって大丈夫ですか。ここは何もしない。いや、これ踏めるよね確か。あ、ほら、え、当たってもよかったってこと。じゃあここはこのまま上行ってみる。待って、今日マジで全然引っかかってない。尺大丈夫かな、今日大丈夫ですかね。3分ぐらいで終わんないからこのまんま。じゃあ一旦ドア入って次の罠は左って書いてたね。裏の裏だったらこっちが正解っぽいんですけど、どうなんでしょう。やべえ今日マジでやべえ。なんか明日台風でも来んのかなって思うんですけどね。まあこっちしかないんで、うん、右に行きますね。左は多分行けないもんね。出た新耐久。うわー、ミスってたのか。どこでミスってたんだろう。しかもこの新耐久結構鬼畜だな。引っかかるってことかな。引っかかって上にどんどん行けみたいな。なるほど、これ結構簡単かもしんない。ほら、もう何もしなくていいもん。でこれずっと右押しっぱでいいんだよね。ほら、あ、ジャンプしながら右押しっぱだね。かわいい。めっちゃかわいくない、この新耐久。なんかそんなにね難しいわけじゃないんですよ。じゃあこれはね、このまま右下のね針のとこに行くだけなんで飛ばします。それじゃあここは右で合ってたね。さっきの尻耐久のところにこっちが正解って書いてたんだよね。でここで鉄球が出る感じでしょきっと。あ、ボム兵か。今度は左行ってみよう。こっちが正解でしょ。この人のコースね、そんなに長くなかったと思うんだよね。左からなんか出てくると思う。多分なんか落ちてくるでしょきっと。何も落ちてこない。大丈夫、ブラバカ。じゃあこのまま右行こっか。あ、違うんだって。いや違うんだって。これはあの取れ高作った感じ。それじゃあここは赤を消しておいて行っていいって感じかな。なるほど、そういう感じだね。それじゃあ次に進みましょう。次はチョロップを踏め。うますぎ。あ、せっかくあそこでチョロップ倒せたのにね。あれ上から行くのかな。そんじゃここ上からでいいんじゃないの。魚。それじゃあここはチョロップをしっかり倒してボム兵も避ける。完璧。うわ、上か下かどうしよう。上だったら中間ポイント取れるのかな。上行こう。この中間ポイントに釣られよ。罠でもいい、罠でもいいから、この中間ポイントは大事だよ。もうゴールより大事だもんね、中間ポイントって。いやまさか第2の中間ポイントがさ、第1の中間ポイントに戻すための罠だとか思わないじゃん。やるね日本人。僕も実は日本人なんですよ。じゃあここ下だったね。下行こっか。上絶対騙されるよね。あれ騙されない人いんの。じゃあここは下行ってオンオフを変えた瞬間すぐ右に行く。なんか出されたら危ないしね。でここはあれ戻ってきたくない。あ、なるほど、そこでボム兵が壊してくれてゴール。ありがてえ。優しい。今回なんかクリア率の割にめっちゃ優しめなコースだったよね。はい、それじゃあ意外と早くトロールが終わってしまったんで、僕が最近面白そうなコースをめっちゃダウンロードしてるんですよ。そのコースの一つだけやっていきましょう。障害物避けマグナムキラー、乗りながら障害物をクリアしようってねコースなんですけど、クリア率はね 0.97% だったっけな、まあ、結構難しいよね。まあ、あのマグナムキラーにこのキラーに乗りながら障害物を避け続けていくみたいな感じでしょ。あはは難しいぞ。ちょっとお話しさせて。ちょっと本気出すわ。ここで下に行く、そんな感じだね。何持ってんの。待って、ミスった。いや今のマジでミスった。でここでジャンプ、スターも取ったらいけないよねきっと。スター取ってしまうとマグナムキラー倒してしまうよね。そしてこの子もよけ。うわ、むずっけ。これちょっと難しくない。ほっ、はい、あ、上も使っていい感じだね。おい、あ面白いねこのコース。さっきのフラワーのところが一番難しいんじゃないのかな。これで 0.97% っていうのもうなずけるね。っていうことは下がいっぱい出るときは上に逃げようね、そんな感じでしょ。で上がいっぱい出るとき下に逃げよう、こういう感じでしょ。で上、これは取ったらダメ。よし、上、そしてもう一回避ける。これどんくらい長いのかな。結構長い感じかな。おっ、来た。でここで爆弾でブロックを爆発させてマグナムキラー追いかける感じかな。早く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 
やべえ、早く行かな、置いていかれるぞ。ほっ、よし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 。で、こう当たったらいけないでしょ。ほっ、いけるいけるいける。はーい、やった。これ上上上、待って、うまくないですか。え、これ 2,3 回でクリアしたよ。これ結構ですね、マリオが得意じゃない方もね、やってみたら楽しいんじゃないかなと思います。ぜひ遊んでってください。はい、それじゃあ今日は最後にですね、このスピードランやって終わりたいと思います。スーパーエキスペアスピードラン、簡単で飛ばします。そしてね、僕のチャンネルのスピードラン、僕のチャンネルのスピードランじゃねえや、僕のねチャンネルでスピードランをやるときって結構20秒ぐらいが多いんだよね。なんかね、20秒ぐらいがね一番ちょうどいいんだよね。難易度が難しくても20秒だったらなんとなくいけそうな気がするみたいな。これ分かる人いる？いや、っていうか分かって、でここでジャンプ、そうで、ここで右、よし、これ結構いけるんじゃない？いける、上、そう、このまま右に走っていく、倒せ倒せ、そこでスーパーエキスパートだ。この動画が良ければマイリス、そしてこのピオキングのフォローをお待ちしております。その他に Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明文の方にリンクを貼っておきます。ぜひ遊びにいらしてください。最後まで見てくれてありがとうございました。それじゃあまたね。